お天気のお知らせ、ダスキンがお送りします。近畿地方では明日は各地とも曇りがちで、日本海側や山沿いではにわか雨が降るでしょう。そして上空を次の気圧の谷が通りますので、太平洋側でも割合に雲が多く、山沿いではにわか雨が降りそうです。また明日も気温は相変わらず高めで、大阪の最高気温は15度ぐらいまで上がる見込みです。大阪の明日は曇り時々晴れで、山沿いではにわか雨。兵庫県の南部、曇り時々晴れ。京都府南部も曇り時々晴れで、山沿いではにわか雨。滋賀県全般に曇りで、後一時雨がぱらつくでしょう。奈良県は曇り時々晴れ、山沿いではにわか雨。和歌山県は曇り時々晴れの空模様でしょう。出来たていろいろ、なんと143種類。ダスキンの提供でお送りしました。